ちょっとね、ダイソーの、よいしょ、ダイソーの新しい万年筆で遊びたいと思います。これね、本当今までの100均万年筆の中ではやっぱ結構ね、いい感じな見た目もね、結構ね、軽く書けるんですよね。インクの乾きがね、やっぱりこうこの100均とかね、アリエクスプレスとかもそうなんですけど、やっぱり一番気になるところ、インクの乾き問題ってやっぱりね、モンブランとか、あれね、カスタムヘリテージフォルカンとか、なんかやっぱね、いい万年筆というか、高い万年筆ってインクの乾きもね、やっぱり全然なんだろう、心配ないっていうか、そんな感じはあるんですよね。2、3週間書かない時期が2、3週間書かない期間があったとしても、モンブランとかもね、全く問題はないんですよ。フォルカンとかもね。でもやっぱり100均とかのね、万年筆になると2、3週間はもう結構致命的な期間だと思うんですよね。そう考えるとやっぱり値段高いなりのね、やっぱりクオリティ
の高さってそこなのかなっていう気もするし、うん、ね、書き心地だけ取ったら結構ね、安い万年筆、高い万年筆、こうまあ高いからっていうわけでもないしっていう感じなんですよ。でもインクの乾き具合とかを考えるとかなり値段に比例してるような印象はありますよね。うん、まあその辺はねちょっと、難しいですけど、とりあえずねこのダイソーのインクは違いますけどね、ついでに変ないですけど結構書きやすいと思います。うん、なかなかさささっと色塗るのもね楽、うん、結構楽しいですね。